里崎チャンネル。こんにちは。さて今回なんですが、はいはい、これファンの方も気になってると思うんです、はい、1軍と2軍って、まあ、大体球団どこも分かれてるじゃないですか、はいはいはい、何かその、まあ、練習面であったりとか、うん、まあ、生活移動いろいろ違いってあるんですか？待遇ですか？待遇、はい、天と地ほど違います。土地、はい、しかもでも昔に比べると、はい、今はだいぶ良くなりましたけど、はい、僕が入団した時、キャンプが鹿児島の湯の本っていうところの金龍館っていう旅館だったんですよ、はい、お風呂とかも温泉だったんで、周りの人も入りに来るんですよ、はい、で部屋は畳で複数人と一緒です。最低2人最大5人ぐらいが一緒になって1ヶ月寝泊まりするんですけど、でその中で洗濯物は1年目のルーキーと何年目までの若手が朝選手別に分けるっていう。え、みんなの分ですか？はい、ドーンってでっかいバケツみたいなんでクリーニング返ってくるんですよ、はい、でそれでそれを名前書いてるのとか、はい、背番号とか書いてるんで、はい、あこれは誰それさんこれは誰それさんで廊下に、はい、あの並べていくんですよ、その選手ごとに、全部もう50人分ぐらい、はい、監督コーチ浦和さん選手の分を、朝っすよ。それはもうあれですよね、2軍 の, その若手の選手しかやらないってことですよね。はいはい、しかも多分他の球団とかないと思うんですよ、そこまでは、はい、大体はクリーニング帰ってきたら、あのビニール袋に1人ずつもうパッケージされて置かれてるだけで、それを自分の分を取って帰るだけなんですけど、はい、1軍とか、はい、多分他のとこもそうだと思うんですけど、でも僕が入った時のロッテは来てもうでも名前とか書いてない人もいるんですよ、でももう熟練になってくると、はい、あのもう何も書いてなくてもそれ誰か分かるようになってくる。分かるんですか？あ、まあそれね、あそれなんとかさん、あとメーカーがね、はい、Z とか水野とか SSK とかあるんで、あこのあメーカーどこ、あそれはなんとかさみたいな、あこのタイプのやつはあの人みたいな感じで、はい、全員並べてからであの朝の体操とか、はい、食事が始まるんで、朝めっちゃ早く起きてますよ。早いですね、うん、えでもそれっていわゆるドラフトもし1位とかでね入って2軍にいたらやらなきゃいけない、やらないといけない、1軍にいたらやらなくていいですよ。だ同じルーキーでもやる人とやらない人がいるってことですよね、はい、そんな違うんだ。だから今でもホテルでも遠征行くと、はい、まあ、2軍は基本複数部屋ですね。そうなんだ、はい、たまに一人部屋だけどめっちゃ狭い、もうベッドしかないですみたいな、はい、どこのありますけど、それでもまあ一人部屋の方が嬉しいんですけど、はい、基本は複数部屋です。その複数部屋になった場合ってどうやって部屋割り決めるんですか？いやマネージャーが勝手に決めてます、まあ、今もそうだと思うんですけど、タバコ吸う人は吸う人同士みたいな。でまああのね、どこの世界でもそうですけど、はい、混ぜるな危険ってあるじゃないですか。、はい、あるでしょ。ありますね、混ぜるな危険、はい、だからそこはうまい具合にマネージャーが混ぜないようにしますよね。喧嘩が起こらないようにとか、臭いなかなか言われないようにとかね、うん、そこもともと人間関係良くないとかね、あそういうのも把握した上で、それメインですから。あそ混ぜるな危険ってその意味だから、性格を混ぜちゃいけないようですね。そうそうそう、そことそこは一緒にすると仲悪いから話しとこうみたいなね、うん、あすごいですね。でもそうやって分かってるもんなんですね、マネージャーさんとかって。そりゃ だって僕普通の選手でも分かるんですから。そっか、すごい。そこをね、はい、うまく把握しながらまず複数でやる、うん、だからね、はい、18歳から2軍だから30何歳の人もいるんですよ。30何歳と若手が一緒になることもあるんですか？もうあります。まあ、もしくはその上の人は上の人同士の仲いい人で一緒の部屋とか、まあもちろんありますよ、はい、まあ、基本はそうなるんですけどね、はい、いきなり18歳と30何歳が一緒の部屋はなかなかなることないですけど、はい、これ佐藤さんが今まで複数部屋だったこともあるわけじゃないですか。言えなくたら言わなくていいですけど、あーなんかしんどかったなーっていう時とかありました？あタバコ吸う人と一緒になった時です。僕タバコ吸わないんで、はい、それはきつかったですね。だからその人できついとかはないんですけど、はい、タバコ吸う人と一緒になった時はきつかったです。なんか険悪な雰囲気になったこととかないんですか？あそういうのはね、基本年齢が近い人と一緒になるんで、基本的にはじゃあそんだけ一軍は必ず一人部屋ってことですもんね。でも一軍一人部屋なんですけど、一、はい、人部屋でもグレードがあるんで。グレード？あだから昔鹿児島のサンロイヤルホテルっていうとこ泊まってたんですけど、一、はい、軍でもレベル1フロア2フロア貸し切りなんで、はい、そのフロアの中にはツインもあれば、はい、シングルもあれば、うん、シングルの中でも狭い部屋もあれば、はい、ツインの中でも広い部屋ある、うん、ちょっとなんかスイート的なデラックスルームとかもあるじゃないですか、はいはい、で鹿児島のその時の場合はあの一人部屋はパチンコ屋が見えるんですよ、はい、で二人部屋になると、はい、あの桜島が見えるっていう、景色が違うんですね。もう景色が全然違う。一人部屋のシングルだと、はい、スーツケース開けれないですから、ね、へただでさえキャンプで大荷物持って行ってるのに、はい、スーツケース V 字ですから、ね、V 字に開けてそこから
ちゃんと開けられない。で、ツインのになると、はい、一つのベッドの上に全部あのスーツケースか荷物を開けて生活するんですけど、はい、その一軍のじゃあ部屋のその部屋の決め方っていうのは、それがね、年功序列なんですよ。あ、そうなんだ。はい、だからもし同級生同士で、はい、じゃあ4人いますと、うん、グレードの高い部屋2つしか残ってませんって言ったら、はい、実績重視なんですけど、はい、基本年功序列なんですよ。へえ。だからその鹿児島のホテルも何回も行ってたら、だいたい何号室ぐらいからシングルになるってわかるじゃないですか。はい、だからその微妙なとこ来た時に、これはシングルなのかツインなのかって部屋行く前ドキドキしますよ、中途半端な時は。じゃあ上になったらなるほど、まあ、いい部屋が使えるっていうことなんですね。だから年が、でもその年が上がりすぎてでもそこに実績が伴わないと超いい部屋行けないんですよ。あ、なるほど。ただのツインなんですよ。そうなんだ。ここがまた難しいんですよ。これも球団が勝手に割り振ってるってことですね。だからマネージャーすっごい大変だと思いますよ、部屋とか。逆に言うと、うん、補欠でも年齢高かったらツインで、はい、レギュラーでも年齢低かったシングルなんですよ、キャンプでは。その当時は。なるほど、はい。で、石垣島に行って、うん、ほぼ全室デラックスになったんですよ。めっちゃいいじゃないですか、石垣島。石垣のホテルは全部がツイン、はい、だからその代わり、はい、あの若手の選手とかルーキーは2人部屋になったりするんですよ、1軍でも。デラックスで2人部屋、はい、なったりするんですけど、はい、基本的に1軍は1人部屋ですよ。じゃあ普段 の、 あの試合でこう遠征で泊まるときは部屋ってどうなってるんですか？いや、もう一人部屋ですけど、はい、2フロアぐらい貸し切りなんで、はい、すんごい部屋もあれば、はい、逆にすんごい小さい部屋もありますよ。あ、じゃあキャンプもそうだし、その遠征の時も、まあ、年功序列で。そうそうそう、っていう。だからもう基本的に同じ部屋、常に福岡はこのホテル、うんうんうん、はい、この部屋みたいな、うん、東京だったらここだっていう、はい、あとまあ1軍はね、うん、まあ大体は高級ホテルですけど、はい、2軍で行くとなんかビジネスホテル的なのの、やっぱグレードも変わりますよね、ホテルの。ビジネス泊まったりもするんですか？はい、普通にします。へえ。もし1軍と一緒のホテルだと2人部屋になったりとか絶対しますよね。へえ、そうなんですね。はい、であと移動はね、新幹線1軍だとグリーン車、はい、2軍だと指定席ですよね。はあ、え、普通の席泊まるで移動するんですか？はい、指定席でね。え、なんかあの2軍はバスっていうのも聞いたことあるんですけど、行ける範囲だったらバス、行ける範囲はバスです。で、飛行機は、うん、ロッテの場合は全員、はい、一般の席なんですよ。まあ、要はエコノミーなんですよ、全員。え、そうなんだ。で、はい、あのまあ、監督だけが、今だとファーストクラスあるとかはファーストクラス、はい、あとはスーパーシートとか、あのビジネスとか、あとあの JAL のスーパーエコノミーみたいな、あ、なんか1000円払っていくとかあるじゃないですか、はい、とかなるんですけど、はい、基本的には全員後ろなんですよ。で、あの自分でお金出した人は前座れるんですよ。そんなのあるんだ。プラスアルファっす。へえ、どうしてたんですか、いつも。だからいつも自分で払ってグレードアップしてました、飛行機は。前行ってたんですね。はい、まあ、引退されました福浦さんとかは、はい、後ろで前来ないんですよ、後ろでいるんですよ、ずっと。あんな大ベテランが。はい、なんでですかね。もう分かんないですけど。じゃあ前行ったのは佐藤さん以外誰ですか？いや、結構いましたよ。そのあの井口さんとかもそうだし、はい、選手の時は、あとひろゆきとかもそうだし、はい、うんうん、でもこれは前も常に全部空いてるわけじゃないんで、はい、空いてる数が少なかったらもうそこは希望者の年功序列なんですよ。ああ、いろいろあるんですね。でも僕、うん、でもあの日本ハムとかは、はい、もう前に行ける人が決まってるらしいんですよ。球団が決めて、うん、球団が手配してくれるらしいんですけど、はい、僕それ聞いた時に何気に自腹で自己申告で前行く方がいいんちゃうかって思ったんですよ、はい、そうじゃないと、うん、若いやつでもレギュラーで前座りたいやついますよね、移動ゲームとかだと。います、ね、ちょっとでも楽したいんで、はい、体の負担、うん、ってなった時に自分でお金払ってたら、うん、ごちゃごちゃ言われなくてよくないですか。うんですね。え、だって言うんだったら、うん、自分もお金払って前行きゃいいのに、うん、はい、それ行かないで、なんで俺ら自分のお金払って行ってんのにごちゃごちゃ言われる筋合いないやんってなるじゃないですか、はい、だから逆に前行きやすいんちゃうかっていう。そうですね。だったらロッテはすごくいいシステムでしたね、僕はね、はい、だからそのでも仮に選手決められたら、はい、え、なんで俺が後ろで、うん、あの人が前なみたいな、俺試合出るんだよ、はい、移動ゲームで、うん、ってなる可能性もあるじゃないですか。なりますね、うん、だから僕そういう問題が起きなくて、はい、逆にお金払った方が、うん、あのいいんちゃうかっていう。それは一理ありますね、うん、だから僕はだから何気にまあね、自分が絶対前に座れる立場になったらそれはもちろんタダの方がありがたいですけど、はい、なんかシステム的には全員のことを思ったらお金払った方が楽なんちゃうかとか、うんうん、もう一つちょっと飛行機で聞いてみたいのがあって、はい、3人席とかあるじゃないですか、はい、あれ真ん中に若手が座るとかなんかどうしてるんですか、席順は。基本は窓側
通路側で全員取られてます。だから真ん中に一般の人が座る時もあります。選手なんか一般人みたいな、はいはい、の時もあります。もちろん選手もありますし、はいはい、まあ、基本的にじゃあ真ん中は座らないんですか。多分申し訳ないんですけど、はい、前座ってたからちょっと後ろのこと、はい、昔すぎて忘れました。そっか、なるほど。昔すぎてなんかどっかの球団で、はい、まあ、3人席の時に、うん、こうベテランとか、まあ、いい選手が両端に座って真ん中に若手が入っていくみたいな。まあ、それは基本ですね、うんうん、それは基本ですけど真ん中は一般のお客さんもいます。へー、一般のお客さんに結構びっくりしますね。はい、うわみたいな。だそういうパターンもありますね。だから新幹線とかでも、はい、基本、はい、ロッテは団体で新幹線は移動しないんですよ。だから一番最終取ってくれてて自分で上演して好きな時間に行くんですよね、はい、だからもしね隣が一般の人の可能性もありますよね、うん、確かにそうですね。だってやっぱ一食事っすよ、はい、食事はもう一番簡単に言えば、はい、朝昼晩一軍は超高級ホテルの、はい、あのビュッフェです。へー、全部出るんですか。みんながね5000円とか8000円とか払っていくじゃないですか、はい、あれです。へー、毎日出てくる、ついてくる、はい、2軍はビジネスホテルの朝ついてるご飯です、ただで。ただですよね。ただでついてるやつぐらいの感じぐらい全然違うんですよ。へー。試合中も1軍は何でもあります、はい、ゼリーのやつとかもあるし、ああいうのも全部もう用意されてるってことで、試合中みんな飲んでたりとかはします、はいはい、アミノ酸とかも、はい、まあ、個人で持ってるのもあるしチームのやつもあるんです、はい、で何でも飲み放題です、うん、2軍は、はい、水とスポーツドリンクをあの粉だからもう学生と一緒っす。2軍はもう学生と一緒っす、はい、自分で粉入れて。いやいや、だからまあチームでやってくれるんですけど、はい、あのでっかいやつに紙コップでこうやってやって飲むって、はい、こうじゃーっと出して飲む。そういうことなんだ。1軍の場合は、はい、僕とかだと最適なやつ序盤と終盤で濃さとかあの中の栄養を変えて作っといてって言った方がいいっす。そしたらそのイニングの時に持ってきます。そんな指定してもやってくれるんですね、はい、だからやっぱり試合序盤と終盤ではその体の疲労度とか入れなきゃいけないやつが変わるんで、はい、そこで濃さとかこう変えて最適なやつ持ってきてって言ったら、これ一回こう一軍を経験するとなんかやっぱ成長するというかなんか落ちたくないですね。そう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 、その気持ちがそこの面でも湧いてくる。だから1軍のレギュラーが落ちたくないっていう気持ちと、うん、はい、2軍が1軍に上がりたいという気持ち、落ちたくないやつの気持ちの方が高いんですよ。なるほど。待遇が全然違うから食事とか朝から卵料理何にしましょうかって言って、はい、スクランブル、目玉焼き、オムレツみたいな、もう何でも言ったらそこで作ってくれますからね、それを、はい、夜とかでも鉄板焼きで、うん、ステーキなのか、うん、シーフードなのか言ったら焼いてくれるし、お寿司は握ってくれる人、握ってくれる人いるし、はい、あとパスタとかも言ってから茹でてくれて作ってくれるし、はい、もうそれが、まあ、常に全部がいるわけじゃないですけど、あのその場所によって鉄板焼きの時もあるし、はい、お寿司の時もあるし、札幌なんか行ったらカニドーン山来ましたよね。パンとかもパン屋さんみたいなパンです。うわ羨ましい。ケーキもありますよ、ケーキ、フルーツっていう、はい、デザートビュッフェみたいな、サラダビュッフェみたいな、和洋中、はい、和洋中ありますみたいなのが一軍です。すごい、はい、いやこれやっぱ2軍の選手もやっぱ上がりたくなりますね、こういう話聞くとね、はい、1軍の選手は落ちたくないし、下手したら2軍、うん、カレー俺っす。食堂みたいな感じで、それぐらい、うん、もうありとあらゆることまで対応違いますね、うん、いやもうそれ聞くと本当に2軍の選手いち早くなんか1軍上がるように頑張ってってなんか押したくなります、なるんですけど、うん、落ちたくないやつの方が強いんですよ。確かに感じわってるから、ね、あのでもこれだけではね、はい、あのなかなか分かんないじゃないですか、うんうん、伝わんないじゃないですか、はい、一番はプロ野球選手になって見てみてください。どんだけすごいか。難しい。